旭川市が観光に力を入れる方針を発表しましたね。当たり前でしょう。当たり前。当たり前でしょう。だって。ね。4月のデパートの売り上げ見て、銀座の三越店だけアップしてるわけですよ。そうでしたね。それ何ですかって言ったらね。はい、要するに、免税売り上げがね、全体の1割を占めましたと。で、前年同月比で免税売り上げが、 93%増えましたと、はい。倍になってるわけでしょ、えー、で観光客さえ来れば、地域経済は活性化するんですよ。はい、で、後でちょっと述べますけれども、僕この連休の間に、西表島とかね、あそこら辺の沖縄の島に行ってたんですよ。はい、すっごい数の観光客が来てて、えー、日本人より多いくらい。 まあ台湾が近いのでね。はい、だからそういう意味で言えば当たり前の話だし、去年の夏を北海道行った段階で考えると、もう北海道にとっては、当時は韓国の観光客の方もいっぱい来てましたし、うん、台湾とかね、大陸の中国とかね、結構日中関係が厳しい折でも,もう山ほどね、個人ベースで来てました。つまりドーンと、 団体で来るっっていうことはは当時はなかったんですで今年はね、はい、もうこれだけ続いてるわけだからそういうこともなく増える可能性がありますよね。えー、だから多分旭川市の市役所もそういうのを見てるんでしょうね。はい、つまり人口が減少し始めてもちろん日本人ももちろん動いてるんだけどそうは言ったってまだ未開拓のところがあるじゃないかと。はい、で考えたらそれは中国の人たちだったり韓国の人たちだったりもっと南のね タイとかインドネシアの人たちだったっていうことがあり得ますよね。はい、で、北海道はね、やっぱり行くとわかるけど、野菜が美味しいし、ええ、温泉がどこにでもあるし、うん、やっぱり素晴らしいわけですよ。自然が豊かなんですね。あと街が綺麗だしね。はい、で、まあ、旭山動物園ってのはあるけど、あれは一本足だ方あ、一本足だ方って言うと若い人わからないらしいけども、一本足でね、旭川だけが有名になったってしょうがないわけじゃないですか。うん、だって、 旭川は、私の感覚で言うと、北海道の中心に近いわけじゃないですか。ね、はい。ね。車でね、北にも行けるし、東へ行けば知床と,とかそういうとこあるわけじゃないですか。えー、だからもうね、拠点になり得るわけですよ。飛行場もあるしね。はい、だから、帯広よりは旭川に降りた方が面白いっていうルートを作ることが必要なんじゃないでしょうかね。うーだから、旭山動物園が売りとして今あるんだけど、それだけじゃないですよっていうところを見せなきゃダメですよね。